それじゃあいい時間です。寝よっか、うん、おやすみなさい。え、なにこんな時間に誰、うん、うわー、カッシー、変なのがいる。なんでだろう、なにこいつ。死って書いてある。お人形だよねこれ。噂で聞いたことがある。この人形が家にやってくると、うん、そこに住んでる人は7日後、つまり1週間後に死んじゃうらしいよ。本当に呪いの人形なんだよこれは。気味が悪いから、うん、裏の川に捨てちゃおうよ。これ壊しちゃうよ。いいよ、やってみて。よし、それじゃあ、うん、捨てに行こうよ。一緒についてきてね。もうこんなの家には絶対入れたくないもんね。気味悪いよ。ここでいい？まあいいんじゃない、川に流れてどっか行くでしょ。じゃあ捨てるよ。うん、おい、ついでに埋めとく。縁には念をということで大丈夫だよね。もう帰ろうよ。そうだね、うん、もう人形のことは忘れて。忘れよう、忘れよう。もう寝よ寝よ。おはよう。おはよう。寝れた？うん、ぐっすりさ。そう、私なんか怖くってね、寝られなかった全然。あんなのでビビってんのかよ。ねえ、でもカッシー、うん、昨日の人形さ、うん、ちょっと本当に流れたか不安だから見に行ってみようよ。じゃあ行ってみる？うん、僕が、うん、昨日埋めたのが、うん、ちょうどここの下だったんだよ。え、ある？ない。流れてっちゃったんだよ多分。気にしないことだよこんなことはね。うん、分かった。なんか引っかかるけどな。忘れることにする。呪いの人形より大事なのは食料だ。うん、今日の仕事をやろう。そう、じゃあ料理係はココナに任せたよ。はーい、あのご飯はステーキ。お、え、誰か来た。村人じゃない、こんな夜に。はーい。えー、待って、クッシー、またこれだよ。流れたんじゃないの？毎日来る感じなのかな。今日2日目だよね、うん、今度はちょっと燃やそうよ。さすがに燃やせばもう戻っては来ないんじゃないの。オッケー、取った。うん、捨てるよ。うん、ほい。捨てた。捨てたと思う。これで一瞬で燃えちゃったかな。最強のマグマを使ったからもうこれ大丈夫。平和な暮らしを取り戻そう。落ち着こう。どうするこの後。外雨だからな。雨の夜ってなんか悪いことが起きそうな気がしない、うん、私は今でもまだ心配なんだ。本当にマグマで燃えたのかなって。あの呪いの人形のこと。そう、ずっと引っかかってるんだよね。マグマを信じようよ、ここはさ。そうだよね。うん、もう寝ちゃおう。うん、寝よう寝よう。え、カッシー、コンコンって言ったよ。これは多分エンダーマンだ。え、じゃあ開けるよ。開けて、どうぞ。ガチャ。うわほらほら、なんか見た目変わってない？目玉飛び出てるよ。これさ、髪が伸びてんじゃない？眉毛もちょっとなんか変わったような気がするな。怖。髪が伸びる人形ってもうまさに呪いさん。思い出したよ。え、何を？死っていう文字まで髪の毛が伸びて、そこに触れると、うん、呪いが発動して殺されちゃうらしいよ。どっかに持っていくか。破壊する？破壊する何かをやろう。よし、準備 OK。 じゃあ、よいしょ。うわー、カッシーの方向いてる。ねえねえねえ、今動いたよね。よし、もう TNT。 OK、 かっこいいかっこいい。よし、じゃあ、行け。お願いします。どうだ。お願い、お願い。さすがにもう、さすがにね、バラバラに。いなくなってる。跡形もないよ。よし、帰ろう帰ろう帰ろう。一段落、生き延びることができましたと。そういうことですね。安心安心。呪いの人形も破壊したし、うん、花火でもやりに行きますか。やったー、行こう行こう。行くぞ。ちょっと待って、バラバラになってるね。それに髪の毛さ、めちゃくちゃ伸びてるよ。どうしたらこの子はいなくなってくれるんだろう。この世じゃないところにもう送っちゃう。違う世界にってこと。そう、となるとネザーかな。うん、オッケー、できた。オッケー、つけてください。えい、この中に連れてっちゃおう。よし、行こう行こう行こう、うん、サクッと捨てに行こう。オッケー。マグマがすごいな。あ、ほんとだほんとだ。よし、じゃあ、うん、ここに人形を置くでしょ。うん、うわ、こっち見てる。不気味不気味。で、壊す。おお、燃えてる燃えてる燃えてるね。これ不気味だね。今のうちに元の世界に帰ってさ、うん、レザーゲートぶっ壊しちゃおうよ。あ、
それいいね。もう帰ってこれないから。よし、これで壊してしまえば確実に戻ってこれない。頑張れ。おっしゃー、割れたね。あばよ、勝ったと言ってもいいでしょ。日本人形に無事成敗した。お祝いにね。お祝いだね。乾杯。寝よ寝よ、疲れちゃったよ、さすがにね。じゃあおやすみ。おやすみ。ねえ、カッシー？ん？今、コンコンって聞こえたんだけど。聞こえたね、僕も聞こえた。ネザーに送ったはずだよね。だから違うんじゃないかなって僕は思ってる。ネザーに送って帰ってこれるわけないもん。ゲートないし。じゃ、今度こそ村人か。開けるよ。うん、開けていいよ。出ちゃう。顔見てよ。顔？怒ってるように見えない？眉毛がつり上がってるし、うん、髪もやっぱり伸びてるよ、さらに。やっぱり別の世界に送るのがいいと思う。となるとエンドだ。いいと思う。よし、じゃあエンドアイを持って、うん、行くか。うん、エンドポータルがあるはずだ。だね、もうあとちょっとで着くかな。だね、そっち行く。そっち行く。こっち行ってみよう。オッケー。あー、あったよ、あったよ、おかしい。あったね。行くよー。オッケー。うわー、カッシーの似てるね。怒ってるよ。あらよ、バイバーイ。すっぱり行っちゃったね。一日かかっちゃったね、結局。そうだね、めっちゃ夜じゃん。早く中に入ろう。あ、早く。家の中にいるんだけど。エンドに送ったはずなのに。今までは家の外にいたけど、中にいるってことはもう完全にやる気だよ。それに髪の毛がとうとう死にかかっちゃってる。やばすぎでしょ。どうする、ここな。なに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 、掘るの、ここに埋めるの。何度戻ってきたこの人。これ人なの？人形。元はでも人かもしれないよ。確かに岩盤か。封印。これでもう絶対悪霊退散。大丈夫だよね。もうさすがに現れないと思うと安心だよね。あとちょっとだよ。で、僕ももうここまで来たから、よいしょ。あれ？こう、ん？何？カッシー、カッシー、なんで？なんで私たちより早く上がってきてんのっていうか。1週間経っちゃうからね。7日目だから。死んじゃうね。死んじゃう。何やっても死んじゃうじゃん、これ。他の方法ないのかな？ちゃんとしたやり方で、うん、この子を成仏させてあげよう。この子を連れて行って、うん、供養しようね。どうやって供養すんの？お札じゃないかな。お札か。村行ってみようか。とりあえず村に行って情報を集めよう。オッケー。よし。怖ー。怖いね。持ってるのそれ怖くないの？うん、まあリカちゃん人形持ってるような感覚で僕は今持ってる。遊びじゃん、もうそれ。何かヒントになるようなものを探せ。いろんな家を回ってみよう。ここはなんか、なに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 ？なんか白い紙がいっぱい貼ってある。それお札じゃないの？いや、でも白いんだよ。ちょっと見てよ、ほら。もう本当。これはお札か。めちゃくちゃ払いたいけど。こっち見て、こっちから、こっちから見て。白に黒い文字で何か書いてあるってことはお札な気がするよ。これを使って供養すればいいのか。うん、回収だ。ガラスケースに入れて、うん、囲う。人形を置いて。ああ、いいじゃん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 。これに、うん、さっきのお札を貼ったらいいんだよね。うん、よし、これで全面お札張り。ゴリゴリの封印だね。暗くなってきちゃったけど、うん、朝を迎え入れるか、それともこのままこの人形に呪い殺されるか。ちょっと寝てみようか。本当にこれでよかったのか、最後が合ってるのかどうかだよね、これが、うん、じゃあ寝ちゃうよ。さあどうなるか。怖い。お願いお願い。お札はチラッと見えるけど、まだ人形見えないや。てか朝をさ、うん、無事迎えられたっていうことは正解だったってことだ。呪いはなくなった。イエーイ、やったー。はい、ということで日本人形の呪いを解くことができました。やったー。この呪いの人形、見た目怖いねって思ってくれたら、評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。みんなは呪いって信じる？コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。